そうなの、ちょっとねいろいろあってあまり SNS ができてないですけれども、はい、ごめんなさい。でですね、今日姫とコラボ配信がありましたはい、ちょっと本当ごめんなさい、ドタバタでドタバタで申し訳ない申し訳ありませんでした待ってね、そう、姫とコラボ配信でそう、なんかちょっと2人とも行き違いというかね、ありましたね、申請出したを出し両2人とも出してしまったとかねえ、なんでなんで、クマジュー来てる、ありがとうございます、クマ向こうなんです、ちょっと撮ってくるね、よいしょ、はいよいしょ、ありがとうございます、なんだろう、かわいいまでありがとうございます、そう6分ぐらい遅れたと思うはい、それでね、できなかった企画、575ですね、私755ってあるじゃないですか、アプリあれをさ755って呼んでるからさ5575って言ったんだよねほんともう恥ずかしい、575の俳句を今からやりたいと思いますハッシュタグ575ですね、これはもう完璧、はい、ということでやります。そう、なんかね、こうなんて書いて、最後の5文字はなんて書いてあるかっていうのを、じゃあ皆さん予想してください、そういう企画だったので、いきます。夏休み私服でときめくなんでしょう。これはね、夏っていう文字を入れてくださいっていうのだったので、はい、この最後の 5文字なんでしょう。あー、待って、来た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 、そう、あのねまたちょっといろいろ渋滞してるんですけれども、告知の渋滞っていうかはい、なんと狼たちのカンタータが YouTube に踊ってみたがね、投稿されました、公開されたので、ぜひそちらチェックしていただきたいです。もう大声と2人で頑張って考えた踊りですはい、そしてね、拡散して広めていただきたいです、ぜひ、はい、ぜひぜひそちらもお願いしますね、その 4K って何？ 4K ってなんだろう、ちょっと、はいちょっともう配信渋滞してるよはい、これなんでしょう。あ、画質なんだね、 4K って。すぐツイートしてありがとう、高画質のことなんだね、めっちゃ綺麗だったよね、すごい、ちょっと待って、すごい話がどんどん逸れてる夏休み私服でときめくなんでしょう中井理香じゃないうまいな、うまいで、そうすればよかった、違う、違いますよ、姫じゃありません。答えは、はい、これです、夏休み私服でときめく片思いです。私さ575作るのさ得意かもしれない得意かもしれない、私こういうのね作るの好きなんですよ、国語の時間でこういうのがあった時はもう大好きだった、普通の授業より大好きだったこれです、はい、じゃあ次いきます。次は花火っていう文字を入れてくださいっていうのがありまして、これにしてます、はい。夏の空花火で染まるほにゃららら、なんでしょう。スワヒロシじゃねえわうまいな、5文字だわ、しっかり待って面
なんでしょう。お、待って、正解者がいるよ、正解者がいるよ、正解者がいます。ということで答えは夏の空、花火で染まる恋模様でした。はい、うまくない？ちょっと前回の解説しないんですけど、はるか村でもねえな、うまいな。もうみんな小虫だな。夏といえば花火大会があるじゃないですか。今っていうか今年はあるところ少ないと思うんですけど、私のね、漫画やアニメや動画、何ハニーワークスさんの動画とかをこう見てるとね、大体友達と行ってもその後彼氏と行くとかあるじゃないですか。そういうのをこう予想した時に、こう好きな人とかね行くっていう予想した時に、なんかこう恋って感じがするじゃないですか。だからこれにしました。はい、そのなんか2人で見てる花火がなんかすごいね、なんかキュンキュンしちゃうねみたいな感じですね。はい、模様って調べませんでした。多分調べてないと思う。こっちは夏っていう文字こっちで使っちゃって、あ、どうしようどうしようって思って、私服なんだろう、服がいいな、服、何がいいかな、白いワンピ、あ、違うなーって思い浮かべたらこれが出てきた。はい、じゃあ次いきますね。次でラストです。次は多分みんな答えられる。いや、そうじゃなかったら私はもう嫌だ。はい、こちらです。新潟の海辺で踊るほにゃららら、これは絶対わかるよ。だから諏訪博士じゃないって。はい。中入りが違うな、姫でもないです。はるか村違うよ。正解者は多いですね。はい、じゃあ正解出しますね。新潟の海辺で踊る NGT です。はい、安藤家じゃないな、安藤家ではないな。はい、これはシャーベットピンクの MV をね見ていただければわかると思うんですけれども、海っていうかその海岸で踊ってるじゃないですか。海岸だと当てはまらないんですよ。浜辺でも違うから海辺ってしました。海辺の意味もしっかり調べました。まあ、近いかなということでこっちにしました。はい。こんな感じです。そう、海もねこれは入れなきゃいけないので、こんな感じです。はい、これもこんな感じでした。はい、才能かな。そう、あとね、皆さん私のツイッターを見てください。あ、ツイッターじゃない、インスタ出てた。インスタの最新のインスタのさ、この黒板のやつあるじゃないですか。黒板これの NGT48 リリース記念ドキュメンタリー特番、またあなたと一緒に歩きたいっていう文字は私が書かせていただきました。
そうなんか書ける人いないって言われて、そうそれで、はい、私文字なら書けますよって言ってはい、書きました。意外な才能を発揮しましたそうなんかもうちょっとこう時間かければこだわったんですけど、ちょっとメイクの途中でなかなかうまくねできなかったんですけど、はい、意外な才能発揮だねって言われました。うん、なんかさ黒板を使用するのがさ本当ないのよ。私中学はホワイトボードで、高校が2年間しか黒板がなくて、そう3年生の時は黒板使ってないんですよそうだからそう黒板書くっていう作業がとても難しかったですねそう、うん、はい、そうなの、うん、でもねこうやってなんか書けたのは嬉しかったですね。はい、はい、チョーク、そう難しい、チョーク難しい。でまた話は戻りますけど、オオカミたちのカンタータなんですけれども、8月にね、そのモテ王だってありがとうございます、8月に海王丸パークやってます。で上映されるんですよ。海王丸映画祭2020ですね。はい、そちらで上映されるんですけれども、で本日ね狼たちのカンタータが、その北条図カンタータの公式 YouTube に公開されたので、そちらをね見ていただけたら嬉しいなと思います。オフショットもねまだね投稿できてないんですよ。この踊ってる時のオフショットっていうか、そう投稿したいので、もうねうずうずしてますはい、でね車でなんか車で見る上映会みたいな感じなんですけれども、まあ詳しくはその公式ツイッターをね、北条図カンタータの公式ツイッターを見ていただければ嬉しいんですけれども、そうドライブインなので、そうそしてねまた予約販売があるのかな、ちょっとその辺はまだわからないんですけど、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。私がさなんかさ私こんな顔してる私こんな顔してるよ、やばい、やばドアップわかる、なんかさなんか若いよね全然。なんかさ今年の2月とかかな、2月かなに撮影したんだと思うんで、2月かな、2月ぐらいに撮影したんですけれども、若くない、なんか若いなんか若いよね、これ私かって感じそう私はポニーテールにさせていただきました。うん、でもさこの時からまた伸びてんだよ髪の毛そう振り付けはそうね主に私がメインですね。お声がキャッチーじゃないみたいな言ってて、でもお声がねなんかね考えた振りを、あこういう風に変えるのはどうみたいな、そうなんかこう胸元なんかさこうやってやってたの、
サビを見ていただければ分かるんですけど、こうやってやってたのをじゃあここら辺にしようっていう風に変えたりしてたんですよね。そう本当マジキャッチーって言葉、私今年で嫌いになりましたキャッチーじゃないでもそれで私がキレたってやつね。キャッチーって何日本語で言ってバラありがとうございますはい、もうねそんな感じですよ。はいね、キャッチーってどういう意味キャッチーって何ですかキャッチーって何、もうやだ、なんかねえはい、ということでね、まあ、楽しみにしてください、楽しみにしていてください、そして見に来てください。はい、富山マジで富山行きたくて、私監督がね多分ツイートしてたと思うんですけど、本当に研究生ずっとかりんとうまんじゅう食ってたなんかその出会いがあって、かりんとうまんじゅうの出会いは差し入れでいただいたんですよ。差し入れでなんかよかったら食べてくださいってそういただいて、でその時あんこだったから あんこか私食べれるかなって思って一つ食べてみたの。そしたらもうその時こう態度だったマネージャーさんもう感動、みんなして感動、おいしいこれうまいみたいなそうなんかそのマネージャーさんが食べてからめちゃうまいってなって、そんなにおいしいのって思って食べてみたら本当にうまくて本当においしくて、もうねこんなおいしいかりんとうまんじゅう初めて食べたっていうぐらい美味しかったんですよ。あれ本当に私リアル私多分20個は余裕で食べてると思うよ本当に20は余裕で食べてる。はい、あれぐらい1日10個は余裕で食べれますよあれは本当にマジで美味しい、何個でもいけるぐらいのもうサクサク感、なんかねこうなんかねなくなるの口の中で、なんか本当にサクってしててあんこがとろっとしてる感じなの、なんかそう、それでなんかそのしつこくない甘さなの本当に。うん、そうなんかかりんとうまんじゅうって聞くとさなんか甘いものに甘いものって感じがしない？でもそうじゃなくてそうじゃなくてなんかね甘いんだけど本当にスッてなくなる感じの甘さで、すごく美味しかったの、本当に美味しくてそう本当にね食べてほしい本当に食べてほしいです、本当に富山に行った際には絶対食べてほしいものですね、かりんとうまんじゅう。はい、そしてですよ、昆布パン昆布パンも美味しいですね。あれはスタッフさんからいただいたんですね。そう、それでなんか昆布自体もともと私あまり食べない人で、そう、それでなんかこれも本当に半信半疑だったの、美味しいのかなっていう、昆布とパンみたいな食べてみたらもう革命よ口の中で革命が起きたそう、なんか想像できないんだよね。そうだけど本当に昆布の味がしっかりするなんか感じで、なんかねところどころこう昆布が入ってるの、それもなんか口の中でもうすごいふわっと広がるの、
そう、それがすごく美味しかったです。はい、そう、それもぜひ食べてほしい。ねね、私ね、もう一つ食べ、もう二つあるわ、もう一つ食べたいのがもう二つ食べたいのが、もずく、もずくが食べたいの、もずく。そう、あやさんがこうくださったね、もずくがめちゃめちゃ美味しくて、本当に あのもずくマジで美味しい、本当に美味しくて、あのスーパーで売ってるもずくってなんかめっちゃ酸っぱいんだよね。めっちゃ酸っぱくてさ、なんかさ、ドロッとしてる感じあるじゃん。でもなんかね、違うの、しっかり歯ごたえがあって、そうそう、なんかしっかり歯ごたえがあって、なんかね、そこまで酸っぱいっていう感じはしなかった。そうだ、すごい美味しくて、もう食べたいんですよね。うん、でもうなんといっても、もう一つ私、白エビバーガー食べたいんです。白エビバーガー食べたことがなくて、そう、白エビバーガー食べてみたいなって。白エビお弁当をね、いただいたんです、差し入れで。その時に私、生のエビがダメでなんか私ダメでとか苦手でとかがすごい多いね。だけどなんか生のエビ、その白エビお弁当食べた時にめっちゃ美味しくて、え、生のエビってこんなに美味しかったっけって思うぐらい本当に美味しくて、とろっとしてて、そう、それでなんか全然喉とか舌とか痒くならなかったの。それぐらい新鮮ってことなんですね。そうそう、私甘エビ食べれないんだよね。そうそう、めっちゃ美味しかった、甘くて美味しくて、本当にね本当に美味しかったです。もうなのでね、またね食べたい。そう、若干アレルギーなんだよね私、生のエビと生のカニが食べれないんですよ。そうだからちょっと大丈夫かなっていう心配はあったので、食べてみたけど全然痒くもなんないし、全然その後も何もなくって、本当に。でもまあそれは人それぞれだと思います。アレルギーがあっていくら新鮮だからといって絶対そういうのが起きないっていうのがないと思うんですけど、私の場合ならなかったっていうだけなんですけれどね。はい、そう、火通してれば全然食べれるんですよ。だけどその白エビは全然火通してなくても食べれた、本当に美味しかった。うん、あ、ホタルイカも美味しかった。なんかさ、私初めてホタルイカ食べた時が小学校の時かな。そう、なんかテレビでホタルイカの特集やってて、え、美味しそう、食べたいって思って、お母さんが買ってきて食べね、買ってきてくれて食べたんだけど、味噌がなんかすごい好きじゃなくて、え、嘘、もう25分早くない？そうだけど、そう、だからそういう記憶があったの。そう、そういう記憶があって、あの感じなのかなって思ったけど、全然全然違う。やっぱさ、新鮮なものって美味しいんだよね。うん、本当に新鮮なものって普通に売ってるスーパーと比べちゃいけないなって思った。うん、めちゃめちゃ美味しかった、本当に美味しくて。そう、打ち上げっていうかがあったんですね、打ち上げっていうか、なんかその時にずらっとね、海鮮がいっぱいあったんですよ。カニとか白エビのなんかかき揚げっていうか揚げたやつとか、そう、あとホタルイカもあったし、お刺身とかいっぱいあったの。そういっぱいあって、そう、それでもうずっと食べてた、ずっとホタルイカとカニと白エビも、その辺、うん、目の前にあるものずっと食べてた私本当にカニが一番好きで、そう、カニが一番好きで、もうずっとね、え、こんなに食べていいのって思うくらい、みんながこう手もうお腹いっぱいってなってる中、私カニずっと食べてた。ほ
本当に美味しかった。まあでもあとね、ブラックどら焼きも美味しかったな。あれも美味しい、あれも美味しかったですね。あのなんかね、面白い味だった、初めて食べた本当にカニ味噌はね、私食べれないかもしんない。カニ味噌は私食べたことない。うんあれブラックどら焼きじゃなかったっけ。え、ブラックどら焼きだよね、合ってるよね。なんか心配になってきた。でもそれも美味しかった。はい、え、なんかね、どら焼きがあるの、合ってるよね、合ってるよね。そう、ブラックどら焼きっていうのもね、美味しかったんですよ。なんかね、ほんと不思議な味だった。なんかしょっぱいような甘いような感じで、そう、美味しかった、本当に。そう、もう美味しい富山大好き。でもあの長野にもね、どら焼きの名産っていうかがあるんですよ。あのどら焼き山っていうね、商品があるんですけれども、中にね栗が入ってるの。それもねめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ長野に行った際には味噌パンとブラックじゃそっち違う、どら焼き山で、富山に行った際には、まあ、今行ったいっぱいあるものを食べてくださいいや本当にあのどら焼き山めっちゃ美味しいんだよ。食べたことないでしょみんな。どら焼き山美味しいんだから。そう、あのね、でもちょっと高いの、1個200いくらとかなんだよね。そう、普通にね、スーパーで持ってます。うん、美味しい。そう、美味しいの。うん、長野って意外とね、名産品とかなんかいろいろあるんだなって思った。うん、そう、長野ぜひお越しください。そう、鶴屋に売ってる、鶴屋に味噌パンもどら焼き山も売ってるので、ぜひそちらも富山に行った際には白エビ、もずく、かりんとうまんじゅう、あれ白エビ言ったっけ、なんだブラックどら焼き、ホタルイカいっぱいある昆布パン他いっぱいあるんですけども、はい、あの鶴屋でいうと、鶴屋のジャム、リンゴジャム、鶴屋のリンゴジャムが一番有名で、長野のね、長野の中の、そう、はい、鶴屋のねジャムめっちゃあるの、本当にねずらーっていっぱいあるから、長野行った際にはあの鶴屋行ってください。鶴屋っていうスーパー行ってください。緑色のねお店なんですけど、鶴屋、はい、なのでぜひ、もうお時間ですねということでね、そろそろ終わりにします。はい、今日はねたくさん本当にコラボ配信だったり、オオカミたちの簡単アートだったり、 TikTok のお話だったり、もうほとんどご飯の話だったんですけどはい、ぜひいろいろチェックしてくださいということで、そろそろ終わりにしますありがとうございました。また会いましょうルーム、そう、ミスザメ、ちょっと終わり終わり終わりまた会いましょうルーム、ありがとうございましたバイバーイ。